3月22日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続伸しています。今日の全引けは28円87銭高の4万飛び844円53銭となりました。トピックス東証株価指数も 12.37 ポイント高、 JPX 日経400 87.69 ポイント高とそれぞれ上昇。トピックス東証株価指数は2800ポイント台に乗せております。34年ぶりの高値水準です。日経平均株価は昨日に続いて最高値更新の動きとなっている今日の前場です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 60%、 994銘柄、これに対して値下がりが 37% の607銘柄、変わらずが 3%、 53銘柄という構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型、中型、小型揃って上げています。率で見ますと大型株が一番強めの上昇、次いで中型、小型、この順番で、上昇率が大きめ、極端な差ではありませんけれども、引き続き大型株に買い注文が流入して、全体を押し上げているという構図であります。商いは引き続き高水準、昨日よりはやや減っておりますが、それでも高水準の商い続いています。全引け段階東証プライム売買高は9億7400万株余り、売買代金が2兆6526億円、全引けで2兆6000億という売買代金ですから、このペースで1日推移すれば5兆円を超えるということになります。昨日は全引け段階で3兆円を超えましたが、これはまあ祝日明けというやや特殊な要因もあった可能性もあります。今日は通常の商いで、ありますので、まあ、それでも1日通して5兆円を超えるということですから、高水準と高水準が続いていると言っていいでしょう。今日は朝方から買い注文を先行しました。昨日も日経平均株価800円を超える大幅な上昇で3連騰、3日続3営業日続伸となっておりましたが、今日もさらに上値を試す展開です。昨日21日のアメリカニューヨーク株式市場でダウ平均やナスダック指数など主要3指数が揃って最高値を更新した流れを受け継いで、東京市場でも主力銘柄中心に買い注文が先行しました。日経平均株価4万1000円台に乗せる場面も見られています。外国為替市場におきましても円相場が1ドル151円台後半と円安ドル高の流れが続いておりまして、これが自動車や電機など輸出関連株への追い風になっている面もあります。上値では利益確定売りも出ておりますが、それをこなして堅調な展開、もっとも前引けにかけては日経平均の強度の大きいハイテク系の銘柄などにやや売り注文も出まして、日経平均上げ幅を縮めて終わったという今日の前場の動きです。そういった中で個別で商いに伴って上昇している銘柄としまして、シャープ6752があります。大幅続伸の動き、不振が続いております液晶事業の縮小を検討しているということが一部に伝えられておりまして、これが前向きに評価される動きとなっています。シャープ証券コードは6753です。6753シャープが商いに伴って大幅続伸。一方で下げている銘柄としましては、インフロニアホールディングス0076が大幅に反落しています。こちらは前田建設や前田道路などを傘下に持っている持ち株会社でありますが、昨日の引け後に2029年満期の外貨建て CB600億円、2026年満期の海外 CB600 億円を発行すると発表しまして、潜在的な一株利益の希薄化などが懸念されているという今日前場の動きであります。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。